This week's Amazing Amusements。 まあコミケも終わって随分経ちましたけどね、まあ通常の会社勤務の方にも復帰をして、仕事をまず真面目に回し始めましたけど、やっぱコミケの前って基本的にはすごくこう根詰めて仕事をするわけですよ。まあ音楽制作しかりで、まあ本のね、本書いたりとか、しなきゃなんないとかね、いろいろあるんで、例えば朝の何時ですかね、朝の4時とかに起きて、目覚ましで起きて、で実際作り始めて、で8時とか9時に出勤して、家に帰ってくるのが夜の12時とかで、で、まあ、家事して1時とかに寝て、3時だか4時ぐらいには起きてまた作業みたいなことを、まあ、毎日やるみたいな。偏るんですよ、仕事が。コミケの追い込みがダダかぶりするっていう会社に今勤めてるんで、僕の今のね、メインでやってる活動の音楽活動がコミケで CD 出すなんで、それにね、かなり差し支えるっていうのはもう、多くの方が知ってると思いますけど、僕を知ってる人であれば。で、まあそういうね、なんでしょうね、背水の陣の中でやっぱ作業をしてって、それが終わりましたと、終わった時の開放感たるやで、もう終わって、じゃあちょっと休みですってなったら、一日中ギター弾いてるとか、なんかアニメ一日中見てるとか、まあわりかしそういうことするんですけど、いきなり話ずらすね。最近今更にドラゴンボールスーパーを見ていて、ネットフリックスにドラゴンボールスーパーが上がったんですよ。でそれを見始めて、これがね、思った以上に面白い。で、特に、映画の神対神と復活の F は見たんですよ。まあ、それを水増ししたやつをやってて、テレビ用に。つまんねえアニメやってんなーって思ってたんです、最初。で、ところが、それが終わったちょっと後ぐらいから、破壊神ビルス以外に破壊神シャンパっていうやつが出てきたりして、要はその復活の F よりもさらに先の話をテレビシリーズでやってるっていう話が出てきて、あ、それはまあちょっと見てみようかなって思って、まあ物見遊山というかね、ちょっと見始めたら、結構その合間合間の緩和旧大的な話が面白くて、よくよく考えると、テレビシリーズドラゴンボール Z の時代から、魔人ブー編とかセル編の間とかに、あとフリーザ編か、あの辺の間に、テレビオリジナルの結構抜けた回やってて、で、Z で思い出したのが、孫悟空と、ピッコロが、あの二人って実はね、普通自動車運転免許持ってんだよね。父に、あんたらちったまともにね、買い物の一つぐらい、車とドライブでね、買い物にぐらい連れて行けみたいなことを言い出して、運転免許取ってこいって言って、あのピッコロがですよ、悟空と一緒に教習所に通うっていう回が1話だけあるんですよ。まあ、そういうことを、そのスーパーでもやっていて、神対神編と、フリーザ復活の F 編の間で、パンが生まれる回があって、で、その後、破壊神シャンパが出てくる回が、まあ、しばらくあって、それの後に、やっぱまた悟空がなんかおかしいのが、そのパンの子守をする回が出てくるんだけど、その回がね、ピッコロさんが、とてつもないことに、第43話あたりだったと思います。気になる人は見てみよう。ということで、開局。またラジオやんの？ラジオ生活の始まりは10年。この企画何本目だ？会議ですよ、会議。カンファレンス。見ろ！これがこじらせたクリエイターの生態だ！ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めまして、メインパーソナリティのヤマトリンです。ですね、まあオープニングにドラゴンボールの話をしたのは、ピッコロさんがっていう話がしたいだけじゃないんですよ。ピッコロさんの話だけでは終わらないんですよ。何が可愛いって、悟空ブラック編まで僕今見てるんです。悟空ブラック編に出てくる舞が可愛いね。未来の舞が超可愛いね。山田栄子さんの声がまあ可愛い。もう山田栄子さんといえば、太陽の使者鉄人28号で、行け鉄人って言ってた、あの翔太郎くんがですよ。あの翔太郎くんが、ちょっと可愛い感じのお姉さんになるっていうのは、結構鳥山明のヒロインって、まあ、初期ブルマじゃないですか。まあ、ブルマから入って、ランチさんが出てきて、基本的にまあ、気の強い女が多いわけですよ。父だって気強いし、ビーデルだって気強いし、基本的にはものすごく気の強い女ばっかりで、前も当然まあね、ピラフ一味ですから、もともと。
そう考えれば気が強いは気が強いんですけど、銃を取ってね、悟空ブラックにね、あの罠まで仕掛けてね、戦いを挑む女ですから、それは気は強いんですけど、気が強い中にね、なんて言うんだろうな、ちょっと控えめで、私なんかいいからトランクスあんた食いなよって言って缶詰を渡して行くシーンがあるわけよ。でそこでトランクス紳士だから、いや、あの君も食べるんだって言って二人で分けて食べるシーンがある。その辺のシーンとかを見ると、あ、鳥山明のヒロインの中でツンと、なんていうの、ツンが9で、その残りの1もツンなんだけど、そのデレ属性のツンみたいな感じで、結局10ツンじゃねえか、ツンだ出れないじゃねえかっていうヒロインばっかりの鳥山明ヒロインの中に、まあ、事実上アニメオリジナルなのか鳥山明さんがどれだけ監修してるか分かりませんけど、あのそこまで僕詳しくないので、あのマイっていうキャラクターはちゃんとね、6のツンに4のデレっていう黄金比率を守ってるんだよ。だからね、これはね、まだね、見てない人はね、俺まあ、あのなんでしょうね、一時期ツンデレマイスターと言われて、ツンデレマイスターっていう言葉って片付けられるかな、わかんないけど、いわゆるツンデレのキャラクターは無条件で薄い本を買うぐらいに、なんだろうね、試合開始ってなってツンデレって出た瞬間にもう技ありとか一本ってなっちゃうぐらいの、ツンデレにめっぽう弱い男ヤマトリン的には、あのマイちゃんの黄金比率はね、非常に正しいツンデレ、正しい、じゃあ間違ったツンデレもあるのか、間違ったツンデレか、間違ったツンデレってね、そのね、ツンで振り切っておきながらちょっと出れるんだけど、最後にそのデレとデレ成分とツン成分がお互いに対消滅を起こして病んじゃう子とかいるじゃん、最近新しい属性で。あれわかんないね、あのね、そういう細工はいらない。あのツンとかデレの中に、あの遅効性ウイルスみたいなの仕込むのをやめていただきたい。普通にツンでデレでちょっと可愛いぐらいが、温度差的には僕はちょうどいいと思います。何を話してるのかわからなくなったので、今日の話に行きたいと思います。ヤマトリンのラジオカンファレンス、座して聞け、ステイチューン。ラジカンテーマトーク、今週のテーマはですね、あの別にね、別にいいんです、ツンデレの話を、まあ、深めていって、いやもう早瀬美月っていうキャラクターがいてねとか、でもあの子も遅効性ウイルスヤンデレを持ってるタイプなんですよ。でね、遅効性ウイルスヤンデレを持ってる上に、知女っていうワードまで持っている上に、寝取られっていう単語までやつは持ち出してくる。しかもね、自分から寝取られ願望を出してくるっていう、おぞましい属性を全て積んでるっていう最終兵器みたいなやつ、なんだろうな、モビルスーツで言うと多分デンドロビウムみたいなやつなんで、まあ、そこから僕の積んでる度は始まったといえば始まってるんで、最初から僕自身が遅効性ウイルスに侵されていると言っても過言ではないんですけれども、なんだろうな、まあ、古式伝統に従うならば、ね、トゥーハート2の玉ねえとか、結局エロゲーじゃねえかっていう話もあるんですけど、そうですね。あとは薄い本でアスカは基本的にはデレ成分が多いですよね。積んだ後に必ず出れるアスカになってるじゃないですか。枚挙にいとまがないわけですよ。ツンデレっていう言葉がね、世に生まれてしまってから、そういったキャラクターたちっていうのは、まあ、後を絶たないわけで。ツンデレって、だから俺はツンデレの話がしてんじゃねえんだよ。今日別に、今日そういうんじゃねえから。今日は俺は音楽の話がしてえんだよ。俺は何に喧嘩を売ってるんだろうな。まあ、今回のコミケでね、まあ、反省会を前回やってるわけですが、反省会の中で、ちょっと親って思ったことがあって、なんかヘッドホンがおかしい。俺の使っているモニターヘッドホンがなんかおかしいっていう、そのなんかおかしいゾーンに入ったんですよ。で、まあ、まず一つは、低音の、その、処理っていうか、俺が使っていたオーディオテクニカの、ATH-M50XB か。俺限定カラーのやつ持ってたんで、もうオーディオテクニカってやたらと限定カラーよく出すんだけどさ。あとは、後に赤いやつとか青いやつとか出てて、この M50 ってやつは比較的、モニターヘッドホンとしても優秀と言われつつ、モニターヘッドホンとしてだけではなくて、まあ、いわゆる普段使いの、なんだろうな、プレイバリューにも富んでいるよっていうような設計になっているというんで、店頭でいろいろ試聴した結果それを選んで買ったんです、当時の僕の予算の中で。でこれが親なんかおかしいなって最近思い始めて、これモニターヘッドホンとしてそこまで果たして優秀かっていうのをちょっと思っちゃったんですよ。でただ僕オーテクの音好きなんですよね。だからオーディオテクニカでじゃあモニターヘッドホンとしてもっと優秀なのはないの、あるんですよ。その M50 の上に M70 ってやつがあって、これかーとは思ってるんですね。で、それが3万するんで、前のやつが2万切ってるぐらいなんですよ。で、
親父にもその M50 をあげたことがあって、プレゼントしたことがあって、まあ、確かによく使えるよ。まあ、いいヘッドホンだねとは言ってるんですけど、果たして解像度的にこれがいいのかっていう話で、これ音楽が上手くなるための話と違えな。で、慣れの果てがあって、この話に。で、最近なんか音がおかしいなって思い始めて、なんだろうなって思って、昨日ちょっと会議通話をしてる時に突然左耳が死んで、あれ？なんか片ちゃんしか音出ねえぞってなって、これ、リスポンをやってる人はわかると思うんですけど、リスポンの、アプリ配信、特にパソコン配信って、たまに片ちゃんしか音が出なくなるんですよ。あれよく謎の現象でバグらしいんですけど、僕が通話してた時に、パソコン用の LINE アプリを使ってて、あ、もしかして、Android アプリを入れると片ちゃんになるのかなって思ったのね。の割にはですよ。音楽聴いても片ちゃんなんだよ。その、Windows メディアプレイヤーとかで音楽聴くけど、片ちゃんなのね。おかしいなと思って。で、しばらくなんかこう使ってたら突然治って、ああ、治ったって思ったの。まあいいかと思って使ってたら、またおかしくなって。その日のうちに。ほんで、いろいろ修理を試みた。で、まあ修理を試みると、ヘッドホンって非常に単純にできていて、まずヘッドホンのそのジャックがある。で、そのジャックから伸びた配線っていうのが、右耳と左耳のドライバーユニットに、まあプラスマイナスの電、ケーブルがハンダ付けされてるっていう状態で、非常に簡単な作りになってるんです。で、僕のやつって片側リールなんで、その片側のリールから中を通って反対側のリールに行ってて、その反対側に行ってるやつで断線しやすいですよね、そりゃ。ヘッドホンのヘッドのバンドの中をこう通って反対側に行くわけですよ。だから、ちょっと壊れやすいかなって思ったら、俺が壊れたのそっち側じゃないんだよ。そのメインのリールが繋がってる方なの。で、その繋がってるやつ分解して開けてみて、いろいろその抵抗とかを調べて、抵抗っていうかその通電状況を調べていった結果、断線はしていない。というのも、俺スペアケーブル持ってるんで、スペアケーブルに変えて、で、やったらやっぱり片ちゃんだ。おかしい。で、そのハンダ付けされてる部分とかの、出てるそのハンダのね、端子とかに、いろいろ電極をこう繋いでいって音が出るかを試した結果、どうやら断線ではない。断線してるわけじゃないってことはどこに異常があるかって言ったら、その音を出すドライバーユニットって言うんですけど、その音を出す部分、ドライバーユニットそのものがいってるってことになるんですね。ドライバーユニットそのものがいくって一体どれだけ使ったらあるんだよっていうことを調べたんですよ。で、ドライバーユニットを、が壊れる最短というか、平均をネットで調べた結果、4000使用時間。4000時間以上、再生しまくると、まあ、わかんないよっていう。で、俺ただでさえ爆音で使うので、あとは、その、保存環境もあまり良くない。で、4000ってどういうことかっていうと、1日3時間使うと、1年間で約1000らしいのね。で、俺1日3時間じゃ効かないくらい使ってるんだ。1日5、6時間使って、下手すると1日12時間以上使ってる状態なわけです。で、それを年間でずっと使ってるってことは、おそらく平均に、年間で2000は使ってるんですよ、僕。2000近くは使ってる。で、2000使ってるってことは、1年間でその4000の半分いっちゃうんだってことなんです。で、でもそんなで、うまく丁寧に使えば10年使えるもんだぞ、ヘッドホンって思ったわけ。で、4年かな ?4 年で壊れたんですけど、年間2000で4年使ってるって方は8000使ってるんですよ。8000使ってるってことは、その、平均の4000を軽く倍いってるわけで、果たしてこれは寿命なのかっていうところと、確かに音が最近おかしい。なんか、こんなに解像度雑だっけっていう、低音ってこんな弱かったっけって思ったりとか、なんかその、いじってる音と耳から聞こえてくる音が、なんか最近違うなって思い始めたの。で、もっと言うと、右耳と左耳で出てる音若干違くねえかって、かすかに思ったことがあるのね。かすかにですけど。これはもしかして経年劣化による寿命かって思ったんですね。まあ、俺の使い方も雑なんでね、かなり。仕方ないかと思って、だからそう考えると、減価償却はとっくにしてるんですよ。これは、買い替えるかな、やっぱり。って思って、M50 は調べたら、M50 はそこら辺にあるんです。同じやつは。あるんですけど、やっぱ上位互換の、上位機種の70使ってみたいな、しばらくって思って、70を探したら、これまた近所に売ってねえんだな。で、インターネットで今日中にミックスしたいの、俺。いくつか。で、今日の段階ですでにもうイライラしてるわけよ。このヘッドホンが壊れ、昨日の晩に壊れたっていうことで。すでに昨日の晩の時点で僕はイライラしてるから、これは今すぐにでも買い出しに行きたいぐらいの。ところが近所にない。電車賃かけるとインターネットで買う送料プラス500円と全然同等になってしまう。
たいなね。で、ついこの間さ、あれが壊れたって話したじゃないですか。プリンターが壊れてるって話したじゃないですか。プリンター、の後に、ヘッドホン3万円、って話になるわけですよ。だから、確かにこの手の、その業務用のものって壊れる時って連鎖爆発起こすなっていうのは本当で、まさかプリンターの後にヘッドホン壊れるなんて思わないじゃん。金ねえな、しょうがないから今使ってるこのサブの、その、モニターじゃなくて、チェック用のヘッドホンでいいかと思って、チェック用ヘッドホンのこいつで無理やりミックスしてみようかなって思ったんですけど、さっきそれでミックスちょっとやったんですけど、全然作業できなくて、これはどうしようもないっていう状況なわけですよ、現時点でね。困っちゃってるわけですよ。呪いかな？なんかそういう呪いかな？なんかあるんだろうな、きっとそういう呪いが。多分なんかその魔法的なもので、一回何か一つのものがこう、だから怖いんですよ。今言ったら、何ですか？プリンターが死んだ。で、買い替えた。これは、えいっていう状態なわけ。で、次にヘッドホンが壊れた。これ、えいファイヤーまで来てるわけですよ。だから問題は、この、連鎖が、えいファイヤーアイスストーム、ダイヤキュート、ブレインダメド、ジュゲム、バイオエンまで行くかどうかです。どこまで行くかなんですよ、これが。で、確かにこれが消されると、でもこれはあれか、逆か。自分が消してるんじゃないもんな。相手に消されてるやつだから、いてて、やったな、ゲゲゲ、大打撃、ふにゃーまで行ったら、俺、破産するからね。イワプヨが、ズドーンって降りてきて、あーっていう状態になるわけよ。ね。でね、またね、これでね、これが嫌な話なんですよ。この、普通、ぷよぷよの場合、えい、食らって、いて、やったなーってなるじゃん。で、この、やったなーの時に、ゲゲゲ大打撃とかやられてる時に、こっちが、えい、ファイヤーって消すと、相手のおじゃまぷよ消せるじゃん。でも、おじゃまぷよが消せる感じって結構、なんていうの？ある、相手の連鎖を1個ぐらい超えないと消えないじゃない、全部は。相殺できないじゃん。で、これ、いて、やったなーまで来てる時に、こっちが、えいまで消した感じがあるの。YouTube から1万円お金が入るっていう。YouTube の方から、僕、YouTube から定期的に収入は得てるので、YouTube の動画再生からお金がチャリンって入ったわけ。それがちょうど今日なんだよ。今日入ったんだよ。だから、えい、ファイヤーを今年の夏の後半でどこどこってもらった挙句に、こっちが、えいって返してる感。やめよ。そういう闇のぷよぷよすんのやめよ。リアル、ある意味リアルぷよぷよだよ、これ。もう最悪ですよ。そして、俺が今日話したい音楽が上手くなるにはの話に到達するのに、すでに20分かかってるっていう。もう、やだよ、本当に。で、これでね、次があるの。9月の9日。9月の9日に、その、エイ・ファイヤーまで行けるかどうかのイベントがあって、9月の9日に、秋コレってイベントがあって、この秋コレが僕にとっては、思いのほか収入源になり得るんですよ。で、これが何枚か CD で、もしかすると来てくれる皆さんに言っときますね。コミケの時には持っていかなかった CD があるんです。給付なんですけど、給付は、安く売るんですよ、いつも。500円とかで。それが何種類かあるんです、実は。だからそれを、変な話、9月の9日に秋コレに買いに行きますっていう人がいると、これは、エイ・ファイヤーになり得るんですよ、僕的に。僕的にはエイ・ファイヤーになり得る。このエイ・ファイヤーを秋コレでどれだけ打てるか。秋コレの中でエイ・ファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュートまで行ければ、ダイヤキュートまで行くためには何をしなきゃいけないかっていうと、CD40 枚売ったら、全部相殺。相殺できる。で、相手にむしろちょっと、ぷよぷよ落とせるぐらい、まで行けるの。秋これで CD40 枚も売ったことないよ。秋これで売ったことがある枚数って何枚だよ。調べてみよう。これで調べちゃうんですよ。もうこの時点ですでに今日音楽の話をする気がないよね。もう俺音楽の話 してないもんね。いいや、すいません。今日のテーマを変更します。ヘッドホンが壊れた！ラジカンテーマトークでした。このパターンは初めてですね。トークテーマを最初に枕の話が盛り上がっちゃって、やろうと思っていたトークテーマが相殺されるっていうのは、これは初めての経験ですけど、つまり僕が最近台本をまともに作っていないなっていうことがこれで露呈するっていう。いや、今日は書いてたんですよ。書いてたんですけど、枕の部分1行だけ書いてあることがここまで尾ひれつくとは思いませんでしたね。そんな感じでですね、今回のイベントについても、告知をしていきたいと思います。9月の9日日曜日、秋葉原にて開催の同人誌即売会、秋コレ10出ます。で、先ほども言いましたが、裏メニューがありますので、裏メニューでもう本当に在庫禁止の、もう在庫1枚しかないやつ、持っていきます。ただ、メニューには書かないので、早い者勝ち。1枚500円予定ですので、当日のお楽しみにって感じですね。っていう感じです。
まあ、基本的にはもうサービス品なんでね、そんな感じです。で、あと新譜、新譜今から作るの無理だろう。だって2週間だぞ。ミニアルバムがいいとこですわ。はい、新譜については期待しないでください。いや、頑張りますけどね。何か出せるかは頑張りますけど、ただ1個だけ、ヤマトリンとちょっと一緒に遊びたいって思った人いたら秋葉原来てください。理由、ミニ四駆のコースが秋コレには毎回出るんですが、今回秋コレのコースを僕のミニ四駆チーム DRF っていうミニ四駆のチームがあるんですが、ここが全て取り仕切ります。なのでヤマトリン印のミニ四駆コース、ヤマトリンが関わっているミニ四駆のイベントに皆さんも参加できます。もちろんですが、今日初めてミニ四駆に触るんですっていう人も大丈夫です。ミニ四駆自体は1000円ちょっとぐらいで買えますから、それこそ秋葉原のヨドバシに行ってきて、なんか見た目デザインこれが好きだっていう車体1個買ってきて、ちょっと早めのモーター買ってきてくれれば、あとはちょっとパーツをね、ファーストトライセットっていうのが今あるんですよ。そういうの買ってきて遊びに来てくれれば大丈夫です。教えます。一緒にミニ四駆を楽しみましょう。遊びに来てください。っていうか、まあ単純にミニ四駆やりたい。最近もう夏の間ミニ四駆やってないから、もう本当にミニ四駆の禁断症状が出てて、もう今机の上にミニ四駆置いてますけどね。もう手がプルプル震えております。あ、もう今日ついでにミニ四駆もちょっと買ってこようかな。ストレスだ。ダメだよ。そんな感じで、秋これで待ってます。よろしく。ヤマトリンの、ラジオカンファレンス、こちらで、ラジオカンファレンスじゃ、ラジカンか。もう何言ってるか分かんなくなってきた。ヤマトリンのラジオカンファレンスでは、皆さんからのメッセージを募集しております。ツイッターへの DM とか、番組のコメント欄で、皆さんのコメントをお待ちしてますので、ぜひぜひ聞きに来て、コメントください。次回のテーマ、こそ、これです。音楽が上手くなるには。また来週。感じて走れ。